左足前下段払い構えて、はい、手を腰に持ってきて、そのまま頭の高さを変えずに前に行きます。1 2 3、ではそのままバックします。バック、1 2 3。感覚的なイメージとしては一本足で立ってるようなイメージ、前にも前も曲げてるんだけど、こう後ろ足でこういうふうに立ってるような感じ、しなるような感じ、竹みたいにしなるような感じ、はい、その感じで前足を浮かして、はい、1 2 3。その時ね、後ろ足力入ってますよね。そう、その後ろ足で移動した時も立つ、前に移動した時もそのイメージ、こういうイメージで、猫足立ちはこれも大事なのは前屈と一緒で後ろ足が大事になります。前足にしっかり乗せてかけた時に簡単に引けちゃう。でも後ろ足一本イメージして、これめちゃくちゃ強い、強いです、はいこれは首都受けでも、例えば受けでも相手にしっかり技が伝わります。こっから猫足の8方向転換いきます。まず左から首都受け、はい、次後ろから相手が来ました、首都受け、次前から右足を動かして猫足と真後ろ受け、こっち受け、真後ろ受け、受け、受け、8回、これちょっとやってみます。もう一度いきます。1 2 3 4 5 6 7 8、ね、はい、左に用意、ゆっくり、1、首都受け猫足立ち、そう、次真後ろ、2、はい、右足を動かして正面、3、はい、真後ろ、4、後ろ足大事ですよ、左、5、後ろ、6、7、はい、正面に、8、はい、直って、1、するか、それとも後ろ側を意識するかで次に出す技っていうのの感覚が変わってきます。自分の背中側を意識してほしいんです。で、外八字立ちっていう立ち方、この立ち方で肩幅でこういう両手で受けがあります。はい、これ見た目力強いかもしれないですけど、自分の体の中はすごくふわふわです。見た目も大事なんですけども、本当にその技が効くかっていうのも大事になってきます。すごく弱いんです、体の中使えてない。で、今度は風船が体の中でぷわーっと張った感覚です。それを意識して背中側を意識します。で、足もギュッと内側に締めない、これグラグラします。外側に張るような感覚、こういうイメージ、こう張るようなイメージ、これがめちゃくちゃ強い、はい、強い。全然見た目は変わらないですよね。でもこう張った感覚っていうのを覚えて、体の中から意識して技を出す、技を出すと速くなるし、相手にも強い技が効きます。呼吸止めて強そうだよね、こっから思いっきり受けて、これすごくこっちが痛いんですよ、痛い。今度はさっきの感覚、張った感覚、こういう感覚、背中側意識して思いっきり受けてください。痛い、こっちが痛いです考え方を少しこう今までとプラスそういう考え方も入れてみると、
自分の空手の幅っていうものが広がると思うので、そういう引き出しも皆さん持ってください。これから